キャビアに足を運んでくださったファンサポーターの皆様、ありがとうございます。現役は舞台選手ですけど、これからはビール片手にスタンドで一緒に B リーグを観戦してるかもしれないので、してると思うので、皆さんこれからも一緒にB リーグを盛り上げていきましょう。本当にありがとうございました。今日の試合見ててなんでっていう気持ちしか出てこなかったんですけど、いつの時点でどういう形で引退を決断されたのかっていうのを教えていただけますか。はい、セレモニーでもお伝えさせていただいた通り、本当にここ数年はもうワンシーズンをやりきるという気持ちで、まあ、その覚悟でスタートして毎年戦ってきたので、まあ、考えていたといえば長年やっぱり頭のどこかには、まあ、あって、ただ本当にそうですね、いつかと言われたらもう今週もう、はい、なのですみません、周囲にお伝えするのも本当に突然になってしまったんですけども、まあ、自分の中でしっかりとやりきったなっていう気持ちになれたのと、あとはやっぱりこのメンバーに囲まれて引退したかったなっていう、そういう思いがあったので、こういった決断に至りました。すごくなんかそのやりきったとおっしゃってますけど、なんかすがすがしさすら感じるような引退セレモニーだったんですけど、ピッチに立ってる時の心境といいますか、まあ、最後の90分の笛が鳴った時からどういう気持ちで今日の試合に臨まれてたんですか。そうですね、まあ、突然決めたこともあったんですけども、まあ、リーグ戦の中の一つの大事な試合っていう、いつも通りやっぱりチームが勝つために戦うって、そこは変わらなかったので、いつも通りのルーティンで入って、はい、戦ってました。試合中は、もう少し、まあ、今日本当にたくさんの方がお集まりくださったんで、もう少しベントスのいいところをお見せしたかったんですけども、まあ、やっぱり古巣のアイナックは強いなって、はい、そういう思いで戦ってました。スタンドには佐々木則夫前監督、なでしこの時の当時の監督もいらっしゃってましたけど、報告はされました。あ、はい、事前に報告はしていて、で試合の前にもお電話いただいて、ちょっと見に行けるかまだわからないけど調整するっていうような私で話してくださってて、今日実際に来てくださってたかどうか私も知らなかったので、今お伺いして、あ、おじさん来てくれてたんだって、はい、すごく嬉しい気持ちになりました。引退に関してはどういう言葉かけられたの。どういう言葉、はい、
まあ、決めたんだねっていうことでお疲れ様っていうことは、はい、また今後も女子サッカー界に何か対して何かできることがあったらやっていきたいという気持ちはあったので、まあ、それはお伝えして、またいろいろとのりさんにもご相談させていただきますということで、はい、そういう話をさせてもらいました。あとまだ早いかもしれないですけど、その今後についてちょっと今考えてらっしゃるビジョンがあれば教えていただきたいんですが、はい、今後特に明確なビジョンは今の時点ではないんですけれども、まあ、いろんなことにチャレンジしていってみたいなって思うと、あとは2022年から大学院の方にも通ってまして、まだそちらの学業の方が残っているので、まずはそこを、はい、まあ、論文書いたりと、はい、そこを全うしたいなと思ってます。ありがとうございます。フジテレビ青島です。お疲れ様でした。ありがとうございます。私からは一つ、世界の頂点を見ました。逆に本当に苦しかったり辛かったりした日もあったと思います。何よりかより鮫島さんのポジションというのは本当に激しくて大変なポジションだったと思います。鮫島さん、これだけ長い間フロントランナーとしてやり続けられた要因は改めて今何だと思いますか？はい、もうこれは常々思っていることなんですけども、やっぱり自分の周りには常に期待して応援してくださるファンの方たちがいて、やっぱそれが一番の原動力でしたし、もっと頑張らなきゃって常に思わせてくれましたし、すごくこう頑張ることに価値を見出せていたというか、あとは一緒にプレーする仲間にも常に恵まれていたなっていうのは思います。なので、まあ、そういったメンバーがいたからここまで戦い続けられたし、まあ、いろんなこう想像つかない出来事もたくさんありましたけれども、それも、うん、乗り越えてこられたかなと思うので、本当に巡り合わせに感謝しています。と謙虚におっしゃいますけれど、ごめんなさい追加で、はい、その周りに恵まれた、それから声援の声に恵まれた、プラス内的要因、鮫島さんの中でプレーをこれだけ長く続けたくなくて、はい、こうしよう、こうであろうって何か芯の強い何かがあったからこれだけ続いたようにも思うんですが、はい、もう一言そのあたりを聞かせていただきたい。それは負けず嫌いなところはやっぱり一番あったかなと思います。もうそれは小さい頃からですけど、どんな時でもやっぱりピッチに立ったら、まあ、勝負の世界なので、本当に目の前の相手に負けたくないし、自然とそういう気持ちになっていたので、負けず嫌いだっていうパーソナリティは自分にとってはすごく、まあ、ここまで戦ってきたことに大きな要因だったかなって思います。はい、ソーティーポイントのところでお疲れ様でした。ありがとうございます。僕はどうも試合を伺ってきたと思うんですけれども、まあ、所属クラブもいろいろ移籍とかしてきた中で、ご一緒の中でそれぞれ代表と所属クラブで思い出に印象深い試合をちょっとそれぞれ挙げていただきたいのと、まあ、ちょっとその理由であったりとか、当時どういう心境だったのかっていうのをちょっと教えてください。あ、難しいですね。私あんまり過去の試合をそんなにはっきり覚えてないタイプというか、というか たくさんありすぎて選べないんですけど、代表とそれぞれのあれですよね、所属ですよね。そうですね。わあ、難しい。それ選べますかね。なんか代表ももちろん優勝した試合は本当にあの景色は特別なものだと思うんですけど、でもそれ以外の試合もやっぱりその決勝と同じぐらい全部私にとっては濃い試合で、思い出の記憶に濃い試合なので、すみません、本当に選べないです。所属チームも所属チーム自体がすごく多いのとどこからですか？まあ、各、まあ、海外の方に行かれて、はい、まあ、
それこそこういろいろその中でなんかそれぞれのイメージ何があるのか、はい、あるのを面白く聞きたいなと思います。逆になんかこの時期がこう代表でも所属チームの質感だとかこれで乗り越えたとかっていうのもしあれば。そうですね、代表はうーん今思い返すと多分その当時は苦しかった時期もたくさんあったと思うんですけど、なんかどれもすごく今振り返るとうーん苦しいっていう記憶じゃなくてすごく自分を成長させてくれたなとか、正解不正解ではなくて良い悪いでもなくすごくいい経験をさせてもらったなっていう試合ばかりなので、あまり苦しかった試合っていうのはそういった印象の試合はないです。はい、ただそうですね、なでしこでの試合はすごくロンドン五輪もそうでしたけど、すごく攻め込まれてる時間帯が多い試合もたくさんあったんですけど、でも試合が終わったらみんなでまあ守備頑張ってどうにか1点取って、あ、なんか勝ってるみたいな、そういった粘り強い試合が多かったなって思うので、その粘り強い試合っていうのは私にとってはすごく大切な思い出の、はい、試合です。11年とこの優勝してこうなでしこの人気が一歩が上がった試合で、逆にちょっとオリンピックに行けない時期とか、それなかなか結果が出ない中でこう人気が落ちた時期とか、いろんな時期を見られてみたいと思うんですけど、今年の夏にこうオリンピックがなでしこジャパン控えている中で、もうちょっとこう認知度向上だったり、より人気が上がるために、なんか後輩たちでこう頑張ってほしいだったりとか、ご自身のそういう女子サッカーへの思いみたいなのを聞かれますか。はい、そうですね、本当に優勝して一気になでしこブームが来て、ただ、まあ、自分たちが、リオ五輪予選敗退して、出場を逃して、まあ、一気にそこからやっぱり認知度だったり人気だったりっていうのも、下がってしまったと思っているので、本当に代表の選手たちの責任ってすごく大きいなっていうのは自分自身も感じてきたんですけど、今のなでしこの選手たちは世界で結果を残せる選手たちが揃ってるって私は心から思ってるんで、オリンピックは特にサッカーに興味、普段興味を持たれてない方もご覧になる大きな注目度の高い大会なので、ぜひこうなでしこらしく粘り強く戦って、まあ、結果を残してほしいなと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。今の代表のお話に通じてるんですけど、 B リーグも置かれたような状況でもちょっと似てるようなところがあると思うんですけど、大宮って新しいチームに来てやってみてのこう難しさであるとか、あとは発展する可能性とか、そういうところについて、どういう何する可能性ですか、発展していく可能とか、はい、をどう感じているかっていうのを教えてください。はい、お宮に来て、まあ、新規チームなので、その新規チームならではの難しさというのはすごく感じました。やっぱりチームのスタイルっていうのが確立されていない中で、自分たちが作っていかなければいけないので、なかなかそのチームスタイルを確立していくっていうのって自分が想像していた以上にすごく難しいことなんだなっていうのはプレーして感じてて、まあ、ただその分それに挑戦するっていうその充実感というのもすごく感じていたので、まあ、これからまた新たに新規チームがこの先入ってくるかもしれないんですけど、Wリーグを盛り上げられるようなこうチームが増えていったらいいなとは思います。あと一つ、いろいろチャレンジしてみたいって話なんですけど、話せることがあれば何かこう思い描いていることなんか教えていただければと思うんですけど。思い描いていること難しいですね。
女子サッカーのファンの方たちへの思いがすごく強いので、ファミリーグの感染者について研究をしていて、なのでそういった裏方のプロモーションだったりマネジメントだったり、集客に関することだったり、そういったものにはすごく、昔から興味があるので、そういうことにも、触れていけたらいいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新聞社の友です。お疲れ様でした。ありがとうございます。セレモニーの時に、チームのために戦うことを知財とかなんていうのを発表されたんですが、今日最終戦戦ってみて、そういった部分っていうのはご自身で体現できたというふうに感じて、ご評価はいかがでしょうか。結果が出なかったので体現できたかどうかっていうのは正直難しいところなんですけれども、チームメイト全員が本当にこう自分がっていうタイプではなくて、本当にじゃあこのシーンもっと良くするためには自分がもっとこうできたねっていう、そういう話し合いをできるメンバーだったので、なのですごく私はサッカーをやって楽しかったですし、だからこそ勝ちたかったなっていう、今シーズンなかなか勝てなかったので、やっぱりそこが自分たちにはまだまだ、いろいろと足りないところがあるんだなというふうに思って戦ってました。鮫島選手を目指して今未来のなでしこたちが子どもたちが頑張っている子どもたちがありますけれども、そういった子たちに向けてのメッセージみたいなものが何かあれば聞かせてください。はい、今日も試合後に涙を流してくれるサッカー少女もいたり、本当に幸せ者だなって感じたんですけども、もうそれは本当にセレモニーでお伝えした通り、私自身小さい頃からドリブルがすごく好きで、ドリブルばかり練習して、やっぱりそういった特徴を見てもらえて、なでしこにも呼んでもらえて、世界でこう戦うことが経験ができたので、今の子たちにも今サッカーをやってる子たちにも、苦手なプレーを一生懸命こう克服することも大切なんですけれども、自分の好きなプレーだったり得意とするプレーをもうどんどんやっていってほしいなって思ってます。それがまたこう楽しさにもつながってくるので、それはすごく私自身が小さい頃から大切だなと感じてきたことなので、はい、今日僭越ながらセレモニーの場でお話しさせていただきました。ありがとうございます。 TBS テレビの佐藤申します。お疲れ様でした。ありがとうございます。3つもあるんですけど大丈夫ですか。昔昔結構前に SNS かなんかで、物事はすごくシンプルだみたいな、ちょっとニュアンス違うかもしれないんですけど、すごくシンプルに考えることが大事だっていうのをすごい気づかされたみたいなのがすごく印象的でずっと残ってるんですけども、そういうのを見て、今その考えが変わっているのか、または変わってないんだったら、今どういう思い、大事にしていることがあるのか教えてもらっていいですか。ちょっと待って、違うの、そんなこと言った。じゃあ今大事にしていることはちょっとかぶるかもしれないんですけど、サッカー28年やってきて大事だなと改めて気づいた、3のメートまではいかないんですけど、大事だなと気づかされたことを教えてください。ごめんなさい、すいません。今大事だなと感じていること、これまでの経験を通してですよね。はい、はい、本当にサッカーを通じていろんな出来事があって、多分こう苦しいなと思えるようなこともあって、でもその逆にすごく嬉しいと思えること、あとうまくいかないことだったり、逆にこうすごくいいプレーができたりとか、いろいろあったんですけど、その出来事に対してとか、なんだろう、結果に対してあまりこう失敗だとか成功だとか、正解不正解、いい悪いで、そう捉えないことってすごく大事だなと思って、もちろん負けたら勝ちたかったって思うんですけど、でもそこに向かって全力でプレーして、それは一つの結果なので、それも一つの自分の経験っていう風に、怪我もそうですし、またその時点でその経験をできたってことは、自分が一つ成長できるチャンスって思って、ここまで
やってきたので、その考え方は大切にしているし、この先も、まあ、この先の人生でも大切にしていきたいなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。2つなんですけど、これまで言われてきて、自分を褒めてあげる、褒めてあげれるとしたらどういうところを見てあげたいですか？多分自分を褒めることが得意ではないので、あまり多分得意な方がいいと思うんですけど、正直パッとは思い浮かばない。でもそれもまた自分らしくていいかなって思いますし、やっぱりこう運が良かったって言ったらそれまでですけど、すごく本当に巡り合わせが良かったなっていう思うことがたくさんあるので、なのでまあ自分を褒めるというよりは、その今まで出会った方たちに感謝を伝えたいっていう方が大きいです。ありがとうございます。最後にですけど、SNS 見ててもいろんな人が思い出の写真を載せていたりとか、観客席にももうずっとの仲間がおっしゃってましたけども、本当にいろんなチームの仲間が集まっていましたけども、その仲間たちとちょっと抽象的な質問なんですけど、もう試合選ぶの難しいとおっしゃってたんですけど、そのいろんな景色を見てこられたっていうふうに発信してましたけど、その仲間たちと見た中の景色の中で、やっぱこの景色、引退するってなった瞬間に思い浮かぶものっていうのはどんな光景、景色ですか？もう本当にたくさんあるんですけど、やっぱりワールドカップ優勝した瞬間のあの景色は本当に一握りの人しか見られない景色だと思いますし、なんかあまりにも想像がつかない出来事だったので、もっと鮮明に覚えておきたかったなっていう思いもあるくらい、すごく特別な景色だったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。現役生最後のシーンのところはこのコミュニティジャネットのことですけれども、この過ごした3シーズンが最初の選手ってどういうものだったのかというところと、あとはチームメイトの交代の思いがあります。はい、6年在籍させていただいたアイナックから大宮に移籍するときに、もう私は本当にここに骨を埋めるつもりで来てましたし、この、新規で立ち上げて、本当に多くの方が関わって立ち上がったチームだと思っていたので、同じ年のメンバーも一緒に入団しましたし、どうにか自分たちがいる間に少しでもベースを作りたいなと思って入団したんですけど、自分たちの力不足だったなって思うこともたくさんあります。ただやっぱり今日も本当にたくさんのファンサポーターの方が来てくださっていて、あの景色は自分たちがこうこれまで築いてきた大切なものとして、こう何ですかね、捉えてもいいのかなって。もちろんその本当にファンサポーターの方たちの力があって、またクラブの関係者の方だったり、パートナー企業さんだったりとか、いろんな方の協力があってからこそなんですけど、なかなか結果は出せなかったんですけど、ファンサポーターの方たちが、自分たちの今の最大の誇りだなって改めて思ったので、そう思っていることと、その感謝の気持ちをお伝えしたいなと思います。よろしいでしょうかね。それでは、ユダシーの会話です。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。なってないんですけど、本当に何ですかね、こっちの世界というか、引退した世界に仲間が来てくれて、嬉しい反面と、すごい悲しいというか、嬉しいけど、すごい複雑な気持ち、複雑じゃないな、つなごをしてあげたいけど、もっと応援したかったなという気持ちが入り混じってます。で、先ほど、グラウンドで、やめるやめる詐欺を
って言ってたんですけど、これはやめやめ詐欺じゃないですか。本当です。本当にあの正直まだ体は動く部分もあるので、もう少し実際この瞬間を迎えたらもやっとするのかなとか思ったんですけど、なんか驚くほど清々しい気持ちで、本当に自分はやりきれたんだなって。だし、その愛さんはじめ、はい、そちらの世界にいてる先輩方が、はい、会うたび会うたびすごくいい顔をしているなと、楽しそうな顔をしているなって、そのメンバーでなんか集まって一緒にこうサッカー教室したりとか、なんか食事行ったりとか、なんかこう生き生きしてる姿も見てるので、私も今度はそちらの世界で、はい、そちらの世界で、はい、今までとは現役とは違う形で女子サッカーに貢献したいなって思うのでよろしくお願いします。はい、一緒に頑張りたいです。はい、でちょっとまとめただけいいですか。なんかこの現役生活でサグちゃん寂しませんとか、なんか残せた成果というか、ちゃんとこの積み上げというか、先に後半に行ったりと、本当にこれは残せたなっていうところと、をまず聞かせてほしい。なんかこれを残したかったというか、伝えたかった一番の、なんだろうか、なんかその一番できるところをなんか教えてもらえたら嬉しいですし。残したかったことはあるんですけど、正直残すことができたかどうかは分からないこととして、代表なでしこに入ってからの一緒にプレーする仲間たちの姿を見て、特に私は宮間彩さんと一緒に最後組ませてもらったんですけど、本当に自分がもっといいパス出せたら、もっと彩さんが次にいいパスをつなげられるのにとか、あまりの自分の不甲斐なさにすごくいろいろ、なんだろう、悔しい思いをすることもあって、でも、あやさんはいつももっとこう しなよとか、そういう要求をするんじゃなくて、常に助けるプレーっていうんですか、それをしてくれてた。だからこそそれを見て、私はなんかもっとこのチームの役に立ちたい、もっとあやさんの役に立ちたいって思わせてもらっていたので、なんか本当に上手い人って要求するだけじゃなくて、こういう仲間を助けるプレーをするんだってすごく勉強させてもらって、で常にサメは今のどうしたかったって私の意見を聞いてくれたし、そういう姿勢は自分が上の年齢になった時もちゃんと下の子たちにそういう姿勢で接しようっていうのは意識してやってきました。ただやっぱりあやさんだからこそ、あのメンバーだからこそできた部分もたくさんあったと思うので、私がそれをできていたかどうかは分かりませんね。ただそういう思いでやりました。たまたま組み立てるか、あやで食べたんで、なんかその縦ラインを組み出してこの両方、ビラを出したらとか、ね、そういう場合はすごい思い出したなって思い出しながら、はい、見てましたってことと、はい、でそれが今までで、まあ、これからなんか違う立場でまだまだ今いろんな研究してて、未来のこととか見えてないと思うんですけど、まあ、女子サッカーに対して思うっていうのは多分すごいあって、なんかこれからこういうことを残したいなというか、伝えていきたいというか、違う立場からなんかやりたいなって今ふわっとしかないと思うけど、なんかそういうところって何かあったりしますか。そうですね、私はタイプ的に指導の現場になって多分そこはできないので、得意な分野ではないので、ただファンの方たちとのつながりっていうのは一人誰よりもこう大切にしてきたっていう、そこはそうですね、あ、そこ褒めたいところそこが褒めたいところかもしれないそこはすごく大切にしてきたので、本当に長年応援してくださってるファンの中には、私を応援することが生きがいだって言ってずっとこうアレにも来てくださる方もいたし、で私自身もそういった方たちのこう生き生きしてる姿をピッチから見るのがすごく好きだったので、何かこう、まあ、サッカーを通じてそういった見てる方たちのこう生きがいにつながるような、そういった役割を
つながる、なんだろう、そう、そういう、なんていうんですかね、そこに役に立てるようなことができたらいいなっていうのは、本当になんとなくですけど、思ってます。ありがとうございます。これからも一緒に B リーグを目指したい会話を見ていけたら嬉しいです。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、以上で大宮アルジャベルトス孫島選手引退記者会見終了いたします。お集まりいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。